新型ハイゼット、これが秘密兵器、おしゃれ。こんにちは、モータージャーナリストケイノで CM です。今回は LT キャンパーズの KRV シリカハイゼットをレビュー。列車はダイハツの新型ハイゼットカーゴ。この車の特徴はなんと、見落としがちな湿度管理にフォーカスした新開発のシリカシート。なんとこのシートがあると車中泊時に悩まされる湿度をコントロールできるんです。家具も必要なものだけに絞り込むことで就寝スペースは広めに確保。フルフラットの快適なマットで弾力も十分。大人2人でもゆったりと休むことができます。マットの裏側、スペーサーでぴったりの高さに合わせられるようになっています。マットを収納するときはスペーサーを折りたたむことができます。片側のセカンドシートを立て、もう片方はベッド展開のままという仕様も可能です。シーンによって使い分けられる嬉しい仕様ですね。一人旅にもいいですね。セカンドシートを立てた後は4人乗車が可能です。普段の通勤や買い物にも使いやすいですね。マットは後部にスマートに収納することができます。マットの展開や収納が手軽にできる仕様です。収納充実、 KRV シリカハイゼットカーゴの収納。 KRV シリカハイゼットの収納は上部とベッド下に確保されています。助手席側は上段と中段にオープンラックがあります。ミラーの大きさも必要十分なサイズです。上段ラックはティッシュなどの日用品の収納に便利。またガードがついており、小物が運転時に落ちにくい仕様です。中段ラックは深さを持たせたタイプです。中段のラックには化粧水などの小物を置いておきたいですね。下段にはネットラックとコンパクトミラーが装備。運転席側のキャビネットには上部ラックの下にボールハンガーもついています。
タオルやハンガーなどもバッチリかけられますね。ポケット式壁収納にはいろいろなものを収納できます。運転席側の上部収納はスライドドア上部まで続いています。タオルやブランケットなどもバッチリ収納できます。後方ベッドマットの下には大きな床下収納も完備。車旅の衣類や寝具、キャンプ道具などをしっかり収納できます。中心はマットの台座を兼ねた仕切りになっています。サイズは奥行き650mm、幅 510mm、深さ 115mm です。前方のマット下も収納スペースとして活用できます。湿度をコントロール、 KRV シリカハイゼットカーゴの装備群、シリカの肝である新開発のシリカシートは後方の2枚のリアベッド下に装着。1枚で大人1人が一晩にかく汗を吸収し、車内が乾燥したときは放出してくれます。汗に含まれるアンモニアなどの悪臭成分も吸着してくれる調湿剤です。通風用の霧かきと合わせることで空気の自然対流を発生させます。ファンを装備せずとも空気循環が起き、快適に過ごせるということなんですね。左右のキャビネットには跳ね上げ式のテーブルを装備しています。跳ね上げ式のテーブルは使わないときは折りたたんで収納が可能。左右のテーブルに橋渡し式テーブルを取り付けることもできます。デモカーのホイールはエクストリーム、ワイルドな見た目がいいですね。ダイハツのハイゼットをベースに快適な湿度調節機能を備えた車内。大人2人が楽に横になれるスペースも備えています。LT キャンパーズの KRV シリカハイゼットカーゴ、一人旅にも二人旅にも最適な一台です。ファーストカーとしてもいいですね。いつもの K を K キャンパーにすることで新しい体験が待っているかも。このチャンネルでは旬のキャンピングカー情報をお届けしています。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。